はい、どうも、競馬 V です。ということなんで、まず、昨日、まあ今日月曜日なんですけど、昨日の東京新聞杯、まさかのリス・グラッシュ、サトナレス、ダイヤ・キャグニーという、まさかの僕が予想してる4頭、1頭も入らずと。かなりショックですね。もう全然あれなんですね。アドマイリードに関してなんかこれもう12着と、でダノンブラジナーも出遅れましたしね。でやっぱグレーターロンドンとクルーガーのもうかなりがっかりですね。まさかこんな着順になるとは。グレーターロンドンええとこおったんですけど、まさかの9着なんでね、もうちょっとがっくりですね。で、ちょっと気取り直して、11日日曜日の京都ですね、京都記念 G2、予想しようかなと思ってるんですけども、気取り直しようないっすわ、ほんまね。全然あかん、もうほんまに、なんか日曜日重賞なんかもう全然当たってないんでね、今。どないしたろうかなと。もうここまで来たらもうちょっと当たんなさすぎてるんで、しかもまたこれ見てください、京都記念2200でこれ右前ですよね。かなりいいメンバーがもういきなり登録してるんですよね。今アルアインにしろクリンチャー、黒コスミア、ケントー、ディアドラで、ミッキーロケット、モズカッチャン、レイディオロで、もうかなりもう G1 級じゃないですか、こんなもう。もうめちゃくちゃ悩ます馬が多すぎると。まだこれ登録してるのがこれ10頭だけなんで、今日ねまだ早いんですけど、一応今分かってるのがこんだけなんですけど、でもうちょっとね、戦法というか買い方ちょっと次の時変えますよと。いつもワイドが軸で、ワイドで買うことが多いんですけど、ワイドでも当たらんと、しかも4頭ボックスでワイドも当たらけりゃ、もう3着以内にも1頭も入らへんという事態になってきてるんで、ちょっと予想としてもどうなんていう感じどうの、なん。感じですね。ね、なおかつね、もう、こんなんあれだったんですけど、ちょっとね、お金の方も、まあ、ずる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 負けてるんで、ちょい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 やっぱ減っていってるんで、ちょっと辛いっていう面もあるんで、今回ね、買い方変えると、そしてワイドをやめます。で、今回、共同通信杯もね、東京の方であるし、で、今回京都ではこっちの京都記念という面白そうなレースなんですけど、いつまでもワイドでバチッと行きたいんですけど、まあ分かんないですけどね、分からへんけど、とりあえずね、副賞で行ってみたろうかなと。副賞1点買い、まあ、2点買いとかも1点買いですよ、副賞1点買いだけで。いつも4等ボックスワイド1000円だったら6000円なんで、6000円を副賞買おうかなと。ね、しかも6000円っていうのがちょっとまだ次始まってすぐで、もし待った負けたら結構痛くなってくるんで、金額的にも。それ半分の3000円を副賞に行ってみたろうかなと思ってるんですけど、ね、なおかつ、また今回どうせこれメンバーもね、いいんで、なんていうんですか、人気が、まあ、多分、まあ、レイディオロが一番人気になるんかなとか思うんですけど、ちょっと穴っぽいとこも狙ってみたいんでね、やっぱり。まあまあそういうことしないと回収率も考えながらいかないといけないんで、まあちょっとしんどいけど、ちょっと副賞でとりあえずね、負け癖というか、当たってないその癖を、取り除いて、当たり癖という方をつけたいなと。もうとりあえず当たりたいですね。負けんようにだけはしたいんで。なんていうんですかね、とりあえず当てに行こうかなと。とりあえず当てに行こうかなと、副賞も当たんのかいと。
いうことなんですけども、北上も当たらんくなってきたらもう相当な重症になってくるんで、まあまあとりあえずあの死ぬ気で予想していい馬を見抜いて買おうかなと思っています。まあ、今のところはこう見ても正直全然わかんないです。難しすぎる。もうミッキーロケットとかも出てきだしたらもうわからなくなってくるんでね、ほんまに。まあ、ただ京都記念、僕の中ではもう京都実績がある馬とで、なおかつ牝馬よりもやっぱ押す馬かなと、まあ勝手にちょっと思ってるんですけど、そういうのを見て、まあ年齢はね、年はあんま関係なくいこうかなと思ってるんですけど、まあもうちょっと吟味して、まあ今回この予想というか、まあそういう今の状況で近況というか、まあ自分の気持ちと、まあこういう買い方次してみようかなという自分の報告ですね。まあ、当たってなさすぎるんでちょっと腹立つんであれしようかなと思いました。まあ、今回ねこのくそくだらん動画になりますけど、まあ、こういう動画も許してくださいということなんで、まだ明日でもまたもし京都記念調べてどんな馬が良さそうかなっていうのはまたあげるんで、またよろしくお願いします。今後ともガンガンもう当てていきたいですけど、今ちょっと弱気になってるんで、みんなまたコメントの方で力づけてください。できればチャンネル登録もよろしくお願いします。でグッドボタンの方もよろしくお願いします。ということなんで、チャンネル登録もコメントもよろしくなー。